当たっていっても跳ね返される、ぶつかってもたじろがない。第58代横綱千代の富士は55代横綱北の海を総評しています。この2人年に差があるイメージがありますが、実は同年代の力士です。2歳しか違いません。そして共に一時代を築いた大横綱ならば大きな実力差は出ないように思えるのですが、千代の富士にとって北の海は難攻不落の壁でした。北の海が優勝20回の時、千代の富士は優勝未経験、天と地の差があったのです。この動画ではなぜ2歳差の大横綱2人にここまでの差が出たのか、そして千代の富士が勝利を得るために使った驚きの手段をお伝えしたいと思います。北の海。北の海は1953年北海道臼郡宗別町に生まれます。幼い頃より肩太りした巨体を持ち、スポーツ万能。北に街道あり。そんな噂が流れ、逸材をスカウトせんと親方衆が北の海の家に詰めかけました。自宅の前で親方同士が喧嘩をすることさえあったそうです。13歳で初土俵を踏んだ北の海は17歳で新十両、18歳で新入幕、21歳で新横綱に昇進します。21歳2ヶ月は横綱最弱年記録であり、今も破られていません。その後輪島と競い合って時代を築きますが、輪島が衰えると独走状態に。そのふてぶてしい風貌からヒール扱い、人気力士を圧倒して勝ち続けたことから、こんなキャッチフレーズをつけられます。憎たらしいほど強い。強すぎるがため相撲の人気が落ちるほどでした。しかし実態は頭脳明晰な上に人格者、酒場で自分の悪口が聞こえると声を押し殺して泣く繊細な心の持ち主でした。千代の富士。対する千代の富士は1955年北海道松前郡福島町に生まれます。九重部屋の師匠元横綱千代の山にスカウトされ入門。北の海と同じく中学在学中に力士になりますが、13歳だった北の海に対し千代の富士は15歳の初土俵。十両には4年で昇進できましたが、その後は太れない体質と脱臼癖に苦しめられ昇進が遅れます。結果三役以上の力士との対戦経験において千代の富士は北の海に5年半分水をあけられた状態で初対戦を迎えたのです。初対戦。2人の初顔合わせは78年の7月場所、千代の富士は新小結び、北の海は優勝10回を誇る横綱でした。この対戦千代の富士が積極的に寄り立てる場面はあったものの、北の海に軽々と釣られてしまい、足をジタバタさせながら釣り出されるという屈辱的な敗北で終わります。北の海の横綱相撲、圧倒的力量を見せつけられての完敗でした。初顔の対戦から数えて千代の富士は北の海に6連敗。この時期のことを千代の富士は自著でこう語っています。私にとっても大きな大きな壁だった。ベルリンの壁ではないけど、とにかくもう大変な存在だった。当たっていっても跳ね返される、ぶつかっていってもたじろがない、そんな感じだった。おまけにこの横綱はただ強いだけではなく、対戦する前から相手を威圧してしまうほどの迫力を備えていた。全く歯が立たない、気合負けさえしている。そこで千代の富士は彼との対戦をある目的に使うことにしました。ウルフの作戦。実力に差がある北の海との対戦において千代の富士が目標としていたこと、それは勝つことではなく1秒でも長く土俵に立っていることです。とにかく時間を稼ぐ、北の海を手こずらせる、その中で北の海の相撲を覚えるのです。あの勝ち気な千代の富士が目先の勝ちを捨て、いつか勝つために負けを承知で土俵に上がらざるを得なかった。北の海はそれほどの力士でした。そして実際対戦を重ねると北の海の動きが読めるようになってきたのです。そしてもう一つ、時間を稼いでいる間に千代の富士の体には大きな変化が起こっています。出世を遅らせてきた最大の原因、脱臼癖の克服です。千代の富士は肩の関節が小さく脱臼しやすい体質、それも力士にとって致命的なレベルでした。対策として医師に提案されたのが肩周りの筋肉で関節を固めることにより骨が抜けにくくするという方法。それを1日最低500回の腕立て伏せという過酷なトレーニングで実現。北の海が横綱として連覇を果たしていた頃、千代の富士は体の細いイケメン力士に過ぎませんでした。それが筋肉の鎧を身につけ、鋼のごとく頑強に鍛え上げていったのです。
小結びとして迎えた80年6月場所、7度目の挑戦でついに北の海に初勝利をします。決まり手はうっちゃり、いわば土俵際の逆転勝利でした。どんな勝ち方でも一つ勝てばすごい自信になる。これまで歯が立たなかった北の海に勝ったことで大きな自信を手に入れたと語る千代の富士。その自信を胸に関脇になった81年の1月場所、初日から14戦全勝、単独トップを走ります。それを1敗で追ってくる北の海、千秋楽は優勝をかけた対戦になりました。千代の富士が勝てば初優勝、北の海が勝てば2人の優勝決定戦にもつれ込む。この対戦を千代の富士は後にこう位置づけています。千秋楽の対戦はこの自信が今後も続くか決まる大事な対戦だった。巨漢揃いの幕内の土俵に立ち続けることができるか。体の小さな千代の富士にとって自信のあるなしはまさに死活問題でした。しかし勝負は時に残酷、屈辱の初対戦の時と同じく北の海の釣り出しに敗れてしまいます。足をジタバタしながら釣り出される、力の差を再び証明された、振り出しに戻されたかのような状況。しかし千代の富士の目にはあるものが映っていました。勝負の決まる瞬間、横綱の膝がガクンと折れた、あれは好きではないか。そう読んだ千代の富士は決定戦、本来は右四つの組み手をあえて左四つに組みます。そして右から放つ上手出し投げ。それでも北の海はびくともしませんでした。千代の富士は愚直に出し投げを連発します。映像で見ると一発ですが、北の海が動かないからそう見えただけで連発していたと本人は語っています。すると斧で打ち続けられた大木が倒れるかのごとく、北の海の巨体が土俵中央に崩れ落ちました。先ほど見たものは勘違いではなかった。膝が万全ではなく、出し投げに足がついてこなかったのです。この勝利で千代の富士が手に入れたもの、初の支配、大関の座、そして確固たる自信。瞬間最高視聴率 65.3%、世にウルフフィーバーが巻き起こります。シャープな美貌と引き締まった肉体は、狼のイメージそのもの。しかし何よりもそれらしいのは、釣り出されてなお獲物の弱点を見つけんとする飢えた狼のごとく眼光ではないでしょうか。北の海から千代の富士へ。この対戦後、北の海はこう述べています。回しを引きつけられて体が浮いた、あとは叩きつけられるようにして右膝から崩れた、完敗だった。千代の富士の力を認めました。しかしこれで終わる北の海ではなく、続く3月場所、5月場所は千代の富士を破っての連覇。北の海の覇権はまだまだ揺るがない、そう思われました。しかし千代の富士は敗れながらも手の届くところまで来た獲物にとどめを刺すべく猛稽古を重ねていました。7月場所、千代の富士は左前みつを引き、頭をつけての速攻の寄り。まさに千代の富士の相撲で北の海を破り2度目の優勝。場所後、推挙され第58代横綱に上り詰めます。北の海に一歩でも近づきたい、その思いで毎日着実に重ねてきた一歩。それがかつては遥か彼方にいた北の海と肩を並べる地位にまで千代の富士を進めたのです。大横綱2人。それから4年後の85年1月、北の海は31歳で引退します。新両国国技館で2人で披露した横綱三段構えは大横綱にふさわしい花道と言えるでしょう。果たしてこの2人どちらが強いのでしょうか。数字で2人の成績を比較します。幕内優勝回数は千代の富士31回、北の海24回、千代の富士が多いです。幕内通算成績は千代の富士が807勝253敗144球で勝率 76.1%、 北の海が804勝247敗107球、勝率 76.5%。 勝利数は千代の富士がわずかに多く、勝率は北の海がわずかに高い結果になりました。そして直接対戦成績は本割、決定戦を含めると千代の富士7勝、北の海12勝、北の海が勝ち越しました。ただ横綱同士となっての対決だけ見ると千代の富士4勝、北の海2勝と逆転します。これは年齢が2歳しか違わないのに全盛期の時期に差がある影響です。成長タイプは横綱最弱年記録が示す通り、北の海は早熟型、優勝20回以上の大横綱は総じて早熟型です。大鵬、貴乃花、朝青龍、白鵬、全員が22歳までに最高位を極めました。
千代の富士だけが例外で、26歳で昇進、35歳まで現役を務める万世型になっています。数字を比べた結果、長く第一人者を務めた分、千代の富士に軍配が上がる気がしますが、北の海には輪島という同等のライバルがいて、数字が削られたことを考えると実力的には互角という結論になりました。あくまで個人的な見解です。まとめ、同世代の2人に一時実力差がついたのは、北の海が初土俵も出世も早く、千代の富士が脱臼癖により伸び悩んだから、かつ早熟型と晩成型だった。千代の富士は北の海を攻略するため、その日の負けを覚悟して1秒でも長く土俵にいる戦略を取り、北の海の相撲を覚えた。以上まとめでした。あんこ型とソップ型、ヒールとヒーロー、相撲も喧嘩4つ、全てが対照的な2人。皆さんは千代の富士と北の海、どちらがより強いと思われますか？どちらにより好感を持ちますか？コメント欄にご意見をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルは大相撲を題材に人生を学べる動画を目指しています。チャンネル登録するかはお任せしますが、よろしければもう一本動画を見ていただければ幸いです。